私あのアサイが好きでして、何かとアサイ食べたくなるんですよね。野菜も生野菜、普段食べられないような珍しい野菜が好きだし、パンは絶対にクロワッサンです。このお店はパンはビュッフェでしたが、クロワッサンしか食べませんでした。そしてなんといってもこちらのカフェでは外が海、なんとも最高な朝食からスタートしました。携帯の電池がなくて、あ、ちょっとすごいいろいろ迷ってるんですけど、行っていいのかどうか、ドキドキしながら次の場所に向かいます。
ということで、今年はこんな感じで誕生日を過ごすことができました。ご視聴ありがとうございました。今年もいっぱい歌いますので、ぜひ聴いてください。いつもありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。